こんにちは。このビデオでは熱力学6として音速の温度依存性について学びます。私たちは普段音に囲まれながら生活しています。音とは空気を媒質として伝わる縦波です。音が生じるのは空気がバネのように変異、変化を元に戻す向きに力、 このような力のことを復元力と呼びますこの図は横方向に向けて音が伝わる時の空気の様子を表しています空気中には圧力が高いところと低いところのムラが生じています圧力が高いところは周囲の圧力が低いところに向けて戻ろうとする力を持っていますこれが復元力です 流体の復元力の強さを表す指標を体積断成率と呼びます。今、流体の体積 V が V から V プラスデルタ V に変化したとします。この時、圧力は一般に P から P プラスデルタ P に変化します。その変化の大きさを表すのが体積断成率です。バネによって生じる力を思い出してみましょう。 バネが自然長からデルタ x だけ長さを変化させた時 x 方向に働く力はこのような式で表されました力は変異に比例してその比例定数を k バネ定数と呼びましたこの式も似たような形をしています体積の変化率と圧力の変化が比例しておりその比例係数が体積弾性率です この体積弾性率を使って流体中の音速はこのように表されますここでローというのは密度ですこの式はニュートンの運動方程式を使って導出することもできますがこのビデオでは与えられた公式として用いることにしますさてこの性質を使って空気中の音波について熱力学的に考察してみましょう まず、音波が伝わるときの空気の変化というのは、非常に短い時間で変化していくため、その間、空気は外部と熱のやり取りを行わないというふうに近似的に見ることができます。すなわち、空気中の音波というのは、断熱的な膨張圧縮が伝播していくものとして記述することができます。そこで、この性質を使うと、空気中の音速が 温度に依存するその依存の仕方を導くことができます以下では空気を圧力 P 温度 T の二原子分子理想気体だと禁似しましょう圧力 P 体積 V の気体が P から P プラスデルタ PV プラスデルタ V に体積と圧力を変化させたとします この変化が先ほど述べたように断熱的に行われるとします。えー、理想気体なので、えー、断熱過程においてはパーソンの法則が成り立ちます。パーソンの法則を P と V を使って書くと P×V のガンマ乗が一定値を取るという関係でありました。で今、えー、ここに書いたような変化が生じたとき、えー p かける v のガンマ乗が一定のため、このような等式が成り立ちます。この式から p かける v のガンマ乗を取り出すとこのようになって、ここで1プラス v 分のデルタ v これが微小量なので近似の式を使って1プラスガンマかける v 分のデルタ v とこの部分を書いてあります。 そしてこの部分全体を計算すると1、一足す p 分のデルタ p プラスガンマかける v 分のデルタ v となります。えー、<laughs> p 分のデルタ p かける v 分のデルタ v の部分は微小量の二次なので無視しています、えー。この左辺と右辺を見比べると、この部分がゼロでなければならないということがわかります。 そして、えー、少し変形してやるとこのような形が得られます。これを先ほどの体積断成率の定義と見比べてやると断熱的に変化する理想気体においては体積断成率はガンマ P という値で得られるということがわかります。このガンマというのは比、えー、熱比です。理想気体に関しては空気の場合は二原子分子。 ですので、すのこのとというのは5分の7といううのののは分値です。この体積断線率の値と理想気体の密度これは今までビデオで何度か出てきましたがこれを理想気体の場合はこのように書くことができましたこの体積断線率と密度を使って先ほどの音速の式を書き直してあげると 空気中の音速というのは、このような式で表されるということが分かります。この m バーというのはモル質量、γ は比熱比、r は気体定数で、t は空気の温度です。この標識を使って、摂氏 t 度の空気の音速の標識を作ってみましょう。この大文字の t というのは絶対温度ですが、 摂氏で測った温度を小文字の t で表すとこのような関係があります。そしてガンマと r と m 場これは空気のモル質量でこのような値になっていますのでこれを代入してあげると音速の式はこのように書かれます。ここで1プラス273分の t のルートというのをこのように書いてあげますが273分の t が微小であるという場合はこの全体はこの部分は1プラス分分ののかける分の t となりますそのような近似を用いて整理してあげるとこのような式が得られました空気中の音速は 摂氏 T 度の場合には331プラス0 6 t ル毎秒で伝わっていくということです。この式は高校の物理の教科書などでも出てくるので、目にしたことがあるという人も多いでしょう。今見てきたように音が理想気体の断熱変化で生じているということを使うと、 この式が得られました。今、えー、空気中の音速について考察しましたが、えー、空気ではなくて、えー、別の気体中の音速であっても同じ考え方で、えー、導出することができます例えば、えー、ヘリウム中の音速を考えてみましょう空気とヘリウムの違いというのはヘリウムが単原子分子なので、えー 気熱比の値が違ったり、あと、えー、モル質量が違うということになります。でそれらの値を、えー、こうですね、入れて、えー、先ほどの式を評価してあげると、ヘリウムの場合は、えー、このような形で音速が、えー、表現されるということがわかります。ちなみに、音は空気中だけでなく、水中でも伝わります。 水は気体ではないので、先ほどの考え方は使えませんが、水中であっても音速というのは体積断成率と密度を使って表されます。水の体積断成率の値と水の密度をこの式に代入して評価してあげると、水中の音速というのはこのように求まります。空気中よりもヘリウムの音速は3倍ほど 速くて水中の音速というのはもっと速いというふうになっています。空気中の音速とヘリウム中の音速の違いの大きな原因は空気とヘリウムのモル質量の違いです。水中というのは体積断線率や密度が機体とは大きく異なるため水中の音速も大きく変わってきます。まとめます。このビデオでは 空気中の音速の温度依存性について学びました。音が理想気体の断熱的な変化で生じているということを用いると、この温度依存性を導くことができました。また、同じ考え方を使ってヘリウムガス中の音速を示しました。さらに参考までに水中の音速も示しました。以上でこのビデオを終わります。